元総理大臣は血を流して倒れていたということです。警察は現場にいた男の容疑者を殺人未遂の疑いで逮捕しました。警察によりますと所持していたとみられる銃も押収されたということです。映像はその男が取り押さえられた際の映像です。道路上で SP とみられるスーツ姿の男性たちが男を取り押さえています。近鉄大和西大寺駅の駅前道路上の様子です。警察当局によりますと殺人未遂の疑いで逮捕されたのは奈良県在住で40代の山上哲也容疑者だということです。警察は現在奈良西警察署で容疑者から事情を聞いて詳しい状況を調べています。警察当局によりますと安倍元総理大臣は救急搬送される際には意識があり呼びかけにも応じていたということです。その後心肺停止という情報が入っていて確認を進めています。今回の事案を受けて政府は11時45分総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置し情報の収集に当たっています。岸田総理大臣は今日午後福島県と京都府で参議院選挙の応援演説を行う予定でしたが予定を変更して遊説先の山形県から東京へ戻るということです。また自民党安倍派の関係者によりますと安倍元総理大臣は参議院選挙の党の候補者の応援のため今朝羽田空港から大阪空港経由で奈良県に入って街頭演説を行いその後京都府でも街頭演説を行った後夕方には埼玉に入る予定でした。では発生当時の目撃者の話です。花火だなと思ったんですね。